医療機器品質管理安全対策部医療機器品質管理課からは、PMDA が実施する PQMS 適合性調査の申請資料および実地調査での不備事例について、スライドでご説明させていただきます。説明させていただく各トピックになります。スライドは全部で100枚程度ありますが、説明時間は30分程度を予定しておりますので、本日は調査のために提出する資料および QMS 実地調査時の指摘事例のうち一部に関して説明させていただきます。他のスライドは参考としてお時間ある際にご確認いただければ幸いです。まずはご申請についてです。はじめに QMS 適合性調査が必要となるタイミングについて説明します。調査が必要となるタイミングは、大きく承認前と承認後の定期調査となり、そのタイミングで調査申請をすることになります。さらに、一部変更承認申請時と有効な基準適合証書を所有していない場合に調査が必要となるケースがございます。調査申請時に必要な資料については、薬機法施行規則に要求があり、申請書及び関連資料の提出が必要となります。また、関連する資料としては、厚生労働省から発出されている調査要領通知及び PMDA のホームページに掲載しております QMS 適合性調査の申請にあたって提出すべき資料について、以降では事務連絡と言わさせていただきますが、こちらに詳細を記載しております。一度ご確認いただければと思います。調査申請の具体的な時期としては、更新調査の場合は5品目を含む調査対象品目の承認取得から5年後ごとの期日の6ヶ月前までに申請するようにしてください。また、一部変更承認申請を含む承認前調査については、承認申請を行った日から10日以内に調査申請をするようにしてください。この期間を過ぎてしまうと、その分基準適合書の発行が遅くなる可能性がございます。調査申請書の提出方法として、昨年よりゲートウェイを利用したオンライン提出を始めております。オンライン提出では申請書及び関連資料を印刷して紙媒体で郵送する手続きが不要となります。さらに、照会対応、差し替え対応もオンラインで手続きができます。なお、申請は FD および DWAP の申請も引き続き利用可能です。ここからのスライドでは、ゲートウェイを利用したオンライン提出による申請に関して、PMDA のホームページの紹介となります。こちらも紹介のページです。こちらのページでは、オンライン提出が可能な対象申請を示すとともに、関連通知が掲示されております。もちろん、QMS 適合性調査申請もオンライン提出が可能です。ぜひ、オンラインの申請をご検討いただければと思います。こちら、オンライン提出にかかる取扱通知です。こちらは、ゲートウェイを利用したオンライン提出のログインページです。オンライン提出による QMS 適合性調査の申請において、留意点について簡単に説明させていただきます。このスライド中の2ポツ目についてですが、提出していただくファイルはテキスト選択可能な状態でのご提出をお願いいたします。また、5ポツ目ですが、こちら、オンライン提出以外の調査申請では、提出資料のうち過去2年以内で資料が更新されていない場合、提出を省略することが可能です。しかし、オンライン提出では印刷物の資料との相互リンクを行わないため、提出を省略することはできなくなりますので、過去と全く同一の資料であるとしても、申請時は全てのファイルの提出をお願いいたします。次に、実地書面調査の判定のために提出する資料について説明いたします。調査申請時に提出する実地書面調査の判定のために提出する資料は、こちらに示している通りです。添付資料全般にあたっての留意事項です。オンライン提出時以外となりますが、
添付資料が過去2年以内に提出したものと同一である場合は、添付の資料の提出が省略可能です。その際は、システム受付番号、申請品目名等の特定情報を必ずカバーレターの備考欄に明記してください。カバーレターは事務連絡の別紙4をご活用ください。一方で、ISO 13485認証証の有効期限が切れているなど、参照先の資料が適切でない場合が散見されますので、必ず参照先の資料をご確認ください。添付資料のうち、該当資料がない場合は、カバーレターの備考欄にその旨を記載してください。資料が提出されていない場合、提出漏れか申請後に提出予定であるのか等、資料の有無が明確でないため、申請者様宛てのご連絡が必要となり、確認事項が増えてしまいますので、該当資料がない旨を明記するようお願いいたします。ここからは、個々の添付資料についての留意事項をご説明いたします。1-1-1として、新規または一変の承認申請に係る調査申請の場合は、申請品目に係る承認申請書の写しをご提出ください。特に一変に係る調査申請の際に、当該一変申請書の写しが提出されていないことが散見されますので、ご提出をお願いいたします。1-1-2では、一変に係る調査申請または定期調査申請の場合は、前回の調査以降に取得した一変承認書、提出した警備変更届、記載整備届の写しをご提出ください。特に、警備変更届の写しの提出が漏れるケースが散見されますので、ご留意ください。以上でご説明した承認書等は、鏡から別紙部分までをご提出ください。1-1-3は、他の調査実施者による調査結果で該当する資料がございましたらご提出ください。ISO13485 に関しては、認証書と直近の監査報告書をご提出ください。申請品目、調査対象施設が ISO13485 のスコープに含まれる場合は、認証書のスコープに係る記述のうち、該当箇所をハイライトして明示してください。また、1つの認証書に複数の調査対象施設が含まれる場合にも、該当箇所をハイライトしてください。また、スライド下部にお示ししていますが、台湾の製造所が調査対象施設であり、台湾当局の実地調査を受けている場合には、該当する証明書及び調査報告書をご提出ください。こちらは ISO 認証書で散見される事例の紹介です。こちらも ISO 認証書で散見される事例の紹介です。監査報告書等について、登録製造所へ提出依頼したが開示できないと言われた場合、製造所から PMDA へ直送することは可能です。特に海外製造所から PMDA 宛に直送する場合ですが、51で始まります13桁のシステム受付番号、販売名等が記載されていないことが多々あり、所在不明の書類となっております。必ずお記載の上でお送りいただくようお願いいたします。資料番号1-1-4は、調査対象品目の製造工程の概要です。事務連絡の記載例1を参照に、各施設の製造工程について、具体的な作業内容がわかる記載としてください。設計のみのプログラム品目の場合は、具体的な製造工程がない旨を記載してください。1-1-5は、申請品目に関与する製造販売業者等及びすべての登録製造所について適用される QMS の範囲を明示の上、各施設で実施している活動の概要や、QMS を管理監督する施設、登録製造所以外の施設を含む購買管理及び業務委託との関係について、図により示したものを提出してください。作成にあたっては、事務連絡の記載例2を参照してください。1-1-6は、前回調査以降の回収の概要です。1-2-1は、調査対象施設の概要です。製造販売業者と専任外国製造医療機器等製造販売業者及びすべての登録製造所について、事務連絡の様式2に従って各施設分資料を作成してご提出ください。特に一変に係る調査申請の場合、変更する製造所しか提出されていないことが散見されます。一変に係る調査では、専任製版を含む製造販売業者等
及び変更となる登録製造所が調査対象となりますので、製造販売業者等についても資料作成の上ご提出ください。1-2-2は、個品目リストと基準適合書の写しです。ここでいう個品目とは、当該申請に基づき交付される予定の基準適合書を持って、調査省略可能な品目のことです。現在承認または認証申請中の品目も含めて、事務連絡の様式3-1または3-2を参考に、個品目リストを作成してください。また、リストには次回更新期日を記載する欄がありますが、ここでは、個品目ごとに、承認日から5年後ごとの更新期日を正確に記載してください。基準適合書の有効期間の周期ではございませんので、ご留意ください。個品目リストは、1つの申請につき、1枚の個品目リストを作成してください。複数同時申請の場合に、各申請品目にぶら下がっている5品目を1枚のリストにまとめていて、各申請品目と5品目との紐付けが曖昧になっている場合がございますので、ご注意ください。また、5品目がない場合には、カバーレター等に5品目なしの旨を必ず記載するようお願いいたします。1-2-2では、申請品目にかかる基準適合書の写しもご提出ください。一変や追加的調査にあたっては、申請品目にかかる基準適合書の写しをご提出ください。定期調査の場合は、申請品目にかかる更新前の基準適合書の写しをご提出ください。また、先ほど説明した5品目リストがない場合において、特に基準適合書が未提出であることがあります。5品目がある場合でもない場合でも、申請品目の基準適合書の写しをご提出いただくようにご留意ください。調査方法の決定により、書面調査となった調査対象施設については、書面調査資料をご提出いただきます。こちらは書面調査資料のリストになります。書面調査資料についても、過去2年以内に提出した資料を用いて提出を省略することが可能ですが、スライドの通り記載事項についてはご留意ください。また、該当する資料がない場合は、書面調査資料提出時のカバーレターの備考欄にその旨を記載してください。2-1-1は、設計施設を除く調査対象施設の配置図。2-1-2は、平面図及び設備一覧です。2-2-1は、調査対象者の組織図をご提出ください。QMS 省令に規定される各責任者の氏名、職名、関係部門が指定された組織図をご提出ください。2-2-2は、品質マニュアルをご提出ください。日本語または英語以外の言語で作成されている場合は、書面調査担当者に個別にご相談ください。2-2-3は、QMS 省令で要求される管理文書の一覧を、文書の表題、文書番号、管期間等を含めてご提出ください。2-3-1は、事務連絡の記載例7を参考に、製品標準書の概要をご提出ください。2-3-2は、添付文書等の資料になります。2-4-1は、すべての登録製造所について、不具合に関する事項を知った場合における、登録製造所から製造販売業者等への不具合事項の連絡に係る手順書等をご提出ください。2-4-3は、隕石の業務に係る手順書をご提出ください。2-4-4は、すべての登録製造所において QMS 省令第72条に規定する品質に影響を及ぼす製造方法等の変更や品質情報を収集するための取り組み書をご提出ください。続いて、PMDA が実施する QMS 実地調査の指摘事例に関する内容です。QMS 省令は、9つのサブシステムから構成されております。2019年から2021年で発出した指摘事項のサブシステムごとの分布を示しております。以降のスライドでは、指摘する頻度が多い事例をまとめておりますが、時間の関係上、管理監督、設計管理、是正措置の事例でご説明させていただきます。
まず、管理監督ですが、ここでは内部監査について事例を挙げております。内部監査では、適用範囲の一部の部門しか監査を実施していない。省令の規定を網羅していることが確認できない。というような監査の範囲に関する指摘事項が見受けられます。適用範囲の一部しか内部監査を実施していないという事例です。例えば、手順書で毎年1回は適用範囲をすべて監査するという規定となっているにもかかわらず、内部監査を行っていないという微事例が見受けられます。基本的には、QMS 組織として定義される範囲の活動を包括するように、監査を実施し、記録することにご留意ください。QMS 省令の規定を網羅して内部監査を実施していないという事例です。第56条では、省令への適合を確認することが要求されております。QMS 組織として定義される範囲の活動が、省令で規定するすべての要求事項に適合していることを目的として、内部監査を行うことにご留意ください。例えば、複数の部署がある企業の事例として、QMS の適用範囲は全社であったが、ある年に実施した内部監査は一部の要求事項のみを確認していたようなケースがございます。この場合、その他の要求事項はどのように監査されているか、調査員が質問することになります。QMS を運用するにあたっては、手順書に基づき適切に実施して記録することが基本となります。そのため、内部監査の手順書において、内部監査を実施する頻度、例えば年に1回、2回などを定めるとともに、省令の規定をすべて監査する周期、1年ですべて、例えば2年、3年ですべてなどを規定しておき、内部監査計画において、いつ、どの部署に対して、どの要求事項を監査するか、明確にしておくことが必要となります。内部監査の対象範囲については、自社の QMS の対象範囲をしっかりと理解すること、内部監査計画を作成する中で、しっかりと関係者が調査等を行うことで解消される事項かと思います。また、内部監査の監査基準を ISO 13485のみとしており、QMS 省令となっていない場合がございます。特に ISO 13485の認証を取得されている製造販売業者様でありがちですが、QMS 省令の第三者の要求事項に対する活動を見ていないという場合があります。第3章の部分を別の監査の枠として確認する方法、あるいは第2章の活動を確認する際に、第3章の要求事項を網羅して確認する方法などがあろうかと思いますので、適用される要求事項について、漏れなく監査を行うようにしていただければと思います。次に、設計管理に関する指摘事例です。ここでは、設計開発の計画、設計変更に関する事例についてお話します。設計開発の計画については、文書化し、進行に応じ、更新しなければならないと規定されております。したがって、設計開発の進行に影響があるような変更があった場合には、計画書を更新するようにしてください。また、ここで言う計画とは、単にスケジュールだけの話ではなく、検証や売電商等の活動を含む第4項の各号に関するものであることにご留意ください。設計変更については、手順を文書化し、影響の有無及び程度を検証し、実施した結果を記録することと規定されております。設計開発を進める上で、工程入力情報等の変更が必要になることがあるかと思います。その際には、第2項で規定する変更の影響及び程度について検証を行い、影響の大きさや範囲を明確にする必要があります。その上で、変更に関係した設計開発の検証をどのように行うのか、設計開発バリデーションの実施は必要なのかどうかなど、どの程度の深さまで変更に関係する活動を行うかを決定してから、設計変更を実施する必要があると思います。と言いますのも、表面上、無害に見えるほんの小さな設計変更が重大な問題を引き起こす可能性もございますので、設計変更については十分注意していただきたいと思います。これは製品の調子後に行う設計変更についても同様となります。他にも、こういった設計管理にかかる事例もございます。製品文書化では、製品標準書やリスクマネジメントにおいて、このような指摘事例がございます。時間の関係上、ここからの事例の説明は割愛させていただきますが、
お時間ある際にご参考ください。ここでは、是正措置に関する指摘事例です。すべての工程での不適合が是正措置の対象に含まれていない、不適合の原因の特定を実施していない、是正措置に関し、取った措置の結果の記録を確認できないというような事例について説明させていただきます。是正措置の手順書に、是正措置の適用範囲は、製品の製造や試験検査で発生する不適合であるというように規定しており、是正措置の対象となる範囲を製造と試験検査に限定してしまっている場合がございます。基本的には QMS 活動の範囲で発生するすべての不適合について是正措置を実施できるシステムとするよう手順書で規定し運用する必要がございますのでご注意ください。不適合の定義については第19条においても記載がありますのでご確認ください。このスライドでは、どのようなプロセスから不適合が発生し、是正措置等へのインプットになるのかを例示しております。製品不適合のみならず、例えば内部監査で発見された不適合、製品事業者からのご意見、苦情などが挙げられます。これらの不適合について、修正措置、是正措置、予防措置などを行うこととなります。是正措置を実施する上で重要なことは、まずは原因を特定することです。是正措置の記録を確認させていただく中で、よく見られる事例が、不適合の原因の特定を実施していなかったというものです。実際に原因の特定が不十分のままでありますと、取られた措置というものが修正止まりとなり、再発を防止するための不適合の原因を除去する措置である、是正措置に至っていないというケースがよくございます。また、原因究明の結果が担当者がうっかりしていたとなっており、是正措置として教育を実施したというようなケースが見受けられます。場合によってはこのような措置でも効果はあるかと思いますが、教育訓練は一過性のものであり、担当者が変わる可能性もございます。なぜうっかりが発生してしまったかについて、現状のシステムに関する原因究明まで行い、システム改善により再発を防止できないかという観点から措置を取っていただくようお願いいたします。是正措置の計画の内容のみを記録し、実際に行った是正措置の結果を記録していない事例が往々にしてございます。いつ何を行い、どういう成果物が得られたかなど、是正措置の結果を必ず記録するようお願いいたします。この記録には第2項の第1号から第6号で示す事項が含まれた手順書に基づき、実施した実証を示す結果をすべて記録するようご留意ください。ここからは、購買管理にかかる事例ですが、こちらも説明については割愛させていただきます。続きまして、MDSAP 報告書の利用申請に関しても少し説明させていただきます。MDSAP とは、医療機器探出調査プログラムの略となります。MDSAP の概要について記載したスライドとなりますので、ご参考ください。MDSAP の仕組みと日本における QMS 調査への利活用について図示したスライドとなります。参加5カ国から認定された MDSAP 認証機関は、各製造所に対して MDSAP 調査を行いますと、MDSAP 報告書が発出されることとなります。製造販売する先進者様が QMS 調査を申請する際に、この MDSAP 報告書をご提出いただきますと、MDSAP 報告書を活用した QMS 調査を行います。後ほどもご説明いたしますが、日本におきましては、この MDSAP 利用対象の製造所について、原則書面調査を行い、
ご提出いただく調査資料についてもご理解して調査を行います。こちら、MD シャープ調査を受ける企業様のメリットについて、一例をご紹介するスライドとなりますので、こちらはご参考ください。また、輸入企業様におけるメリットの一例となります。QMS 調査をご申請していただくと、海外製造所に係る照会事項等を PMDA から申請者様にさせていただくことになります。その都度、製版のご担当者の方々は、海外本社、海外製造所宛に、障害事項についての問い合わせを行い、やり取りされ、その結果を PMDA へご回答、資料の追加提出等をしていただいているかと思います。また、製造所に対して実地調査を行うことが決定した場合には、それに関して製造所との調整や調査対応等の業務が発生するかと思います。MDSAP 報告書を活用していただきますと、MDSAP 利用対象施設に対して原則書面となりますので、実地調査にかかる対応コストが削減されたり、書面調査資料が合理化されたりすることで、海外との調整作業も削減できることがメリットになるかと思われます。日本における MDSAP に関する主な経緯を記載したスライドです。2014年に MDSAP パイロットが試行的に運用開始されました。その後、2015年に日本も MDSAP に正式参加を表明いたしまして、2016年より MDSAP 調査結果の試行的受け入れを開始いたしました。約5年ほど、日本において MDSAP 調査結果の試行的受け入れを継続しておりましたが、昨年4月から本格受け入れを開始いたしました。こちら MDSAP 報告書の本格受け入れにかかる手数料の新設に関して紹介したスライドですので、ご参考ください。本法における MDSAP の報告書の利活用の方針として、MDSAP 報告書の対象施設は、原則書面調査を行い、調査資料をご理解いたします。MDSAP 報告書利用の手数料が1施設あたり20万円となります。MDSAP 報告書利用にかかる通知及び QA 等を資格内に記載しておりますので、ご参考ください。MDSAP 利用申請時の留意事項についてですが、適合性調査申請書の右肩には、丸 S と主書き C、備考欄には MDSAP 利用申請と記載の上で、MDSAP 報告書の写しをご提出ください。ご提出いただく MDSAP 報告書は、対象施設に対して適用される QMS 省令の要求事項、すべてを確認した報告書をご提出ください。MDSAP 調査には、初回、サーベイランス、再認証、特別調査等がございます。いずれの MDSAP 認証機関が調査した場合でも、こちらで示しております統一された様式で MDSAP 報告書は作成されておりますので、該当する施設の MDSAP 報告書をご提出ください。受け入れ通知におきまして、ご提出いただく MDSAP 報告書は、適用される要求事項のすべてを確認した報告書とされております。基本的には MDSAP 報告書セクション3に記載されているオーディットタイプが初回または再認証の調査である MDSAP 報告書をご提出いただければと思います。こちら MDSAP 利用申請にかかるトピックですので、ご参考ください。こちらの表は、MDSAP 報告書を利用する登録製造所に関して、実地書面の判定にかかる提出資料の合理化をお示ししたものとなります。右側に示したハイフンは、製造販売業者としてご提出いただくことから、通常、登録製造所にかかる資料として求めていない資料となります。登録製造所にかかる資料のうち、パスで示した資料について、 MDSAP 報告書により省略可能となります。また、 MDSAP 報告書自体は、その他別途通知等で示す資料としてご提出ください。同様に、こちらの表は MDSAP 報告書を利用する登録製造所において、書面調査資料の合理化を示したものです。ハイフンは、同じく製造販売業者等としてご提出いただくことから、通常登録製造所にかかる資料として求めていない資料です。
罰で示す治療について MDSAP 報告書により省略可能となります。三角で示す治療については条件によっては省略可能となります。 MDSAP 報告書を利用した書面調査資料が揃えましたら、調査員による調査が開始されます。必要に応じて通過書類の提出を求めることがありますが、その際は資料のご提出をお願いいたします。また、調査対象施設の調査方法が決定された後、スライドで示すような PDF の紹介状を調査員からメールで申請者様に送付させていただきます。紹介状には MDSAP 報告書、利用申請書の提出と手数料、追納の指示について記載して送付させていただきます。また、送付の際にはワードファイルで様式第56号を添付させていただきます。こちらのワードに必要事項を記載し、裏面に振込金受領証等の写しを貼り付けて、PMDA 審査業務部にご提出いただくこととなります。最後にですが、QMS 調査員の募集についてご紹介させていただきます。PMDA では随時調査員の募集を行っております。製品の特性が多岐にわたる医療機器、体外診断用医薬品において、製造所等での QMS の経験を生かして、海外調査や国際業務等、グローバルで活躍しながら、国民の安全を守るという使命感と意義に共感していただける方をお待ちしております。ご興味のある方は、こちらでお示しした URL、PMDA のホームページ等をご一読いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。